施設です。霊夢です。今回は仙石線の旅第2回目、高木町から先の区間に乗っていきたいと思います。前回の動画見てない方はぜひそちらから見てください。ということでこれからの乗車電は特快石巻行きだよ。特快、いい響きだな。仙石線の伝統を感じるね。まあ震災を通して特快の走る仙石線の風景は大きく変わっちゃったんだけどね。列車は高木町駅を発車。この車両は、ハイブリッド車だからディーゼルエンジンと VVVF の音が同時に聞こえるね。そうだねー。にしても、今まで乗ってきた205系、本当にカラフルだな。ほんとほんと。お、ちょうど折り返しの仙台行きも発車するね。こんな感じで仙石線と仙石東北ラインの接続が取られてるんだね。高木町を出発してしばらくは、このようなのどかな景色が広がります。ここら辺は戦後の開拓工事で田んぼになりましたが、昔は海のすぐ近くの区間だったそうです。へえ、それは知らなかった。列車はテタル駅を通過。じゃあこのテタル駅も昔は海の近くにあったってこと？そういうこと。列車はまた太平洋のすぐ近くを通ります。ってことは陸前富山駅近くかな？そうそう。今度は晴れてる時に行きたいな。また海ですね。多分反対側で陸前富山を通過してると思います。にしても天気悪いね。というか今まで何個か鉄道旅動画上げてたけど、一回も晴れたことなくないですか？そんなことなくない？じゃあ今までの動画振り返ってみよう。まず空港線のやつ、晴れて、る？微妙だな。じゃあ次の旅。いや微妙。まあとにかく晴れてないよね。どうやったら晴れるんだ？雨男の投稿主を太平洋に流す。え？いやー。これで晴れるかな？考え方めっちゃ最高なんですね、霊夢さん。ただしかしこんなことで晴れるわけ。晴れたー。じゃあ寝音主。フルサイト爆破するよ。君も宇都宮の205系みたいになるかい？そんなー。ということでここからは私一人で実況していきます。さっき宇都宮を爆破してて言えなかったけど、あそこら辺は東日本大震災の津波の被害を大きく受けたところで、線路が高架に移転されています。で今走ってるところも震災後に高台に線路が移された区間です。とても景色がいいです。お前爆破されたはずじゃ。復活しました。ということで実況再開。高架を走ってるから、遠くにある海もよく見えるね。放砂林がところどころにしか生えてないのは、津波で流されてしまったからなんだろうね。本当に被害が大きかったんだな。海のすぐ近くにもかかわらず、ずっと田んぼが広がっています。放砂林がないのにお米作れるんだな。何やら川が見えてきたね。確かこの橋は有名な建築家が設計してた気がする。この三角形の橋だね。でまたすぐ川が見えてきました。こういうののなんて言うんだっけ？小学校の社会の教科書に出てきたやつだよね。輪島だっけ？そんな感じの名前。やっぱり海が近いから川幅が広いね。そうだね。後面展望取りに来ました。何やら線路が分岐したね。陸前小野駅だね。あって言い忘れてたけど、仙石線の東塩釜から石巻までは単線だから、こんな感じで列車交換をするよ。青葉通り行きの普通列車だね。ブルーインパルスが見えます。近くに航空自衛隊の基地があるからね。ここら辺になっていよいよ特快らしい速度になってきました。機動車とは思えないスピードだね。ちなみに仙石東北ラインは、全列車が快速または特快で運転されるけど、特快はなんと1日1往復のみの運転運なんだ。じゃあかなりレアってことね。ちなみにこの特快、仙台と石巻をなんと49分で結んでしまうんだ。と言っても通じないと思うので、他の移動手段と比較するとこんな感じ。高速バスより所要時間短いのはいいね。仙台の他の鉄道路線は都市間輸送の役割をほとんど高速バスに託してるからね。遠いか自転車とか徒歩とか比較対象にならないものがあるんですが、それは気にした負けだよ霊夢くん。でも各駅停車の半分くらいの所要時間なのはすごいよね。まあ停車駅が塩釜、高木町、矢本だけだからね。行かれてやがる。まあ仙石東北ラインの特快は本当に都市間輸送に特化した列車なんだね。というかさっきの所要時間比較のところで緑快速ってあったんだけど、どういうこと？仙石東北ラインの快速には緑快速と赤快速があるんだ。緑快速は仙台から高木町までの東北本線区間は各駅に止まる。対して赤快速は仙台から高木町までの途中停車駅が塩釜だけなんだ。高木町から石巻までの停車駅は緑快速も赤快速も同じでこの通り。ちなみに赤快速の一部は石巻から石巻線に直通して、女川を目指すよ。石巻線内は各駅に止まるみたい。へぇ、
あったからこの車両起動車なんだね。だって確か石巻線って非電化路線でしょ。まあそれもあるし、東北本線は交流、仙石線は直流で電圧が異なるからっていうのもあるね。じゃあ交流も直流も両方走れる高直両用電車を開発すればよかったんじゃ。まあ電車よりハイブリッドカーって言った方が環境に優しいってイメージが乗客につきやすいからなんだろうね。まあ実際高直両用電車は製造費が高価ってのもあるし、東北本線と仙石線を結ぶ連絡線が電化されてないってのもあるけど、あと、もしかしたら将来高タウンリクの地下110を置き換えるためってのもありそうだね。確かに陸羽東線のマットが搭載されてるしね。で、解説してる間にもう大和駅発車しちゃったじゃないですか。唯一の途中停車駅なのに何やってんだー。まあそれほど話したいことがあったっていうことで、皆さんも仙石東北ライン、乗りに来てみてくださいね。列車もだんだん街中に入ってきたね。ついに石巻が近づいてきたって感じがするね。列車は陸前山下駅を通過。この駅からは仙石線の貨物支線が伸びています。ちなみにこの駅を通過する列車は特快だけなので、だいぶ貴重な通過シーンですね。え、仙石線って貨物走ってるの？石巻から陸前山下の区間だけだけどね。東北本線小太駅から石巻線を経由して石巻まで行ってから仙石線に入るって感じかな。使用車両は DB200 で、たまにダイソーとかで DE10 が走るよ。まあダイソーって言っても、実際のところ1日に1使用は DE10 が運用つくことが多いけどね。1日の半分以上の運用が DE10 のダイソーになることもあるみたいだよ。今でも DE10 が走ってるのはすごいな。列車だいぶ速度落としてきたね。となるとそろそろ終着の石巻に到着します。やっとか、長かったような短かったような。まあ乗り換えとかもあったしね。大きな建物がたくさんあるね。駅前には、病院や市役所があります。今見えてる灰色の建物が市立病院で、オレンジっぽい建物が4軒市役所です。奥205系が誘致されてるね。ということで10時14分、列車は石巻駅に到着。石巻駅には仙石線の他に、石巻線も乗り入れます。小田方面と、女川方面だね。ということでゆっくり鉄道仙石線編もこれでおしまい。海も山も国鉄型も見れるいい路線だったね。そうだね。で、石巻から仙台にはどうやって帰るの？まあそれはお楽しみということで。でも帰るルート仙石線周りか、石巻線周りしか考えられないけどね。行きは仙石線だったから、帰りは石巻線かな？お楽しみ要素をなくさないでくださいよ霊夢さん。あはは。とまあこんな感じで今回の動画はおしまい。チャンネル登録、コメントよろしくね。それじゃあ、じゃあねー。